皆さん、こんにちは。アイドルグループシュレーディンガーの犬、通称シュレイヌは、2020年に活動を開始した EDM ロックをコンセプトにした4人組グループです。12月20日には結成3周年ワンマンライブも控えています。しかし、そんな大事な時期にシュレイヌの青色担当モナさんのプライベートの動画が流出し、騒動となっています。今回はシュレイヌの青色担当モナさんはどんな人物なのか、そして流出騒動とその経緯を紹介していきます。まずはモナさんのプロフィールから紹介していきます。名前モナ、本名不明、出身地東京都、生年月日2003年3月11日、血液型 B 型、身長159センチメートル、3サイズ B89W67H94、 カップサイズ G カップ。趣味、休みの日に映画やドラマを見ること、寝ること。特技、スマホの早打ち、強いて言うならハンドボール。担当カラー青。モナさんは2022年8月12日にシュレーディンガーの犬へ追加メンバーとして加入しました。モナさんの本名は公表されていませんが、ご自身の X でたびたび自分のことをモモと呼んでいるので、本名はモモナさんというのではないかと予想します。モナさんの出身高校は現在のところ公表されていませんが、中学と高校の途中まではハンドボール部に所属していたそうです。現在の年齢的に大学に通っている場合は在学中と考えられますが、大学についての情報は見つかりませんでした。モナさんはとても可愛らしいお顔をしていますが、整形をしているようで、涙袋を整形して作っているようです。クマ取りをしてヒアルロン酸を注入されているようです。整形について語っている動画を本人が上げていました。モナさんはスレンダーボディに大ボリュームのバストという抜群のプロポーションを誇っており、グラビア活動にも力を入れています。シュレイヌに加入する以前の17歳の頃からグラビア活動をしていて、撮影会でバズったことがあるというエピソードの持ち主です。パッと見た感じは細身ですが、ファースト DVD の撮影の際にはダイエットに挑み、なんと 10kg もの減量に成功したそうです。抜群のスタイルを生かして過激な水着写真集をたびたび出しているモナさんですが、男性との肉密な動画が流出してしまいます。復讐晒しなのではとも言われています。この事件の経緯ですが、 X においてもう追いませんという名前のアカウントが2023年12月16日午前3時過ぎからモナさんのプライベートと思われる画像動画を上げ出し、問題になったことが発端となっています。まずイケメンの彼氏と思われる男性とのデート中と思われるツーショット写真、そして濃厚にキスする動画が晒されました。さらに脱衣した画像や、さらには合わせ見している動画が晒され、ファンは大騒ぎになりました。その後、プライバシー侵害であるためか、もう追いませんのアカウントは凍結となっています。このもう追いませんが、どうしてモナさんの画像と動画を拡散させたのでしょうか。現在凍結してしまった以上、想像の域を出ませんが、熱狂的なファンであるもう追いませんが何かの理由でこの動画や彼氏との画像を入手し、好きなアイドルに彼氏がいてことまでしていたので裏切られたと考えて逆恨みで拡散させた可能性が高いです。確かにアイドルは基本的に表面上は彼氏はいない、ファンが彼氏ということで応援してもらっている以上、彼氏がいればファンが裏切られたと考えるのはある意味当然かもしれません。しかしだからといって動画をネットで拡散することは許されるものではありません。モナさんの動画として晒されたものは死体があらわとなっており、無修正で過激なものです。豊かな胸部に輪がかなり大きくて薄茶色です。またこの流出した動画は
今までにないほどかなり生々しく流出させられたアイドルは今までにいますが、ここまではっきり映ったものはあまり見たことありません。数ヶ月前に元 NMB48 の黒田風和さんの動画が流出したことは記憶に新しいですが、これに引けを取らない生々しさですし、盗撮されたかのような視点の黒田さんと違ってモナさんはしっかり一人称視点で撮られています。ただしこれがモナさん本人かどうかはこの動画だけでは断言できるものではありませんでした。しかし2022年12月16日23時頃にモナさん本人から公式コメントが出されました。過去の男性との動画が流出した騒動を謝罪するとともに、投稿者たちに法的措置を進めていることを明かしました。モナさんは大事な周年ライブの直前にすみません、今まで以上に真剣に頑張るのでどうかよろしくお願いしますと綴り、この度は私が過去にしてしまった軽率な行動によりお騒がせしてしまったこと誠に申し訳ありませんでしたと騒動を謝罪しました。すでに所属事務所の顧問弁護士や警察に相談しており、動画を投稿した人物への法的手続きを進める方針だといいます。また動画等を拡散している人たちの行為も違法であるため、発信者情報開示などの手続きをしてもらえるとのことでしたと、動画を拡散している人物にも対応を取るとして、現在事務所にも協力していただきながら拡散している人たちのアカウントのリストアップなどを進めておりますと報告しました。改めましてこの度はご迷惑とご心配をおかけしてしまい申し訳ありませんでしたと綴っています。これにより動画はモナさん本人であると認めてしまっているのでしょうか。ただ本人がこのように公式でコメントを出している以上、動画を晒す行為は犯罪ですが、こうした事件があったことを報じるのは誹謗中傷に当たらないということで動画にしています。動画そのものを拡散させるわけではなく、事件があったことを記載することまでは罪になるとしたら、あらゆるメディアはニュースを報じることはできなくなってしまいます。何度も念を押しますが、この動画はあくまでこういう事件があったということのみを報じています。日刊スポーツもこの一件を報じました。一流の新聞社がこの事件を報じたため、ネットの世界を飛び越えて大きな芸能ニュースになっているということと同時に、動画を晒す行為はともかく、事件の経緯や詳細を報じることは法的に全く問題ないということになります。モナさん本人も現在警察に相談しており、拡散させた犯人を訴える準備をしています。ただこういうものを見ようとするのはモラル的な問題もあり、やめるべきと思います。そもそもモナさんは公式でもかなり際どいグラビア写真を出していますので、公式の画像で楽しむ方が良いでしょう。もちろん動画を撮影し拡散した人物が悪いのですが、モナさんとしてもアイドルとしての自覚を欠いた行動であったことは間違いありません。またここから再スタートする気持ちで3周年ライブに挑んでほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。